武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加奈です。声がイガラっぽくて申し訳ございません。最近ステージがほとんどないもんでございますから。あ、だからですか。そうなんじゃないかな。やっぱり常に出してないとダメなんですか、ね。ダメだね。鍛えてないとたちまちというのは、は<ー>こういうあの生体にも影響。 ししてるんじゃないでしょうか一つはまあ売れてないっていうのもあるんですがやっぱねライブ活動っていうのはライブというだけあって生きているかの表現形態ででもありますんでね、まあ、なかなかライブ活動もねもうあのねライブが始まって第一声で何を言うかまで全部今シミュレーションできてるんですよねはい、えー、何を言うか「人気なくてよかった」って <laughs> お客様2メートル空いてますよね前後左右。<laughs> これを、ね、第一声にしようと思ってるんだけどいいと思います <laughs> ありがとうございますオリンピックの消えた夏でございます今週あたりはもうどんちゃん騒ぎしてるんですよ本当だったらねコロナの騒ぎさえなければね,ね<ー>あそこ国立のあたりは大変な人混みになってる頃でね,ね<ー>あ,のあ,あそこから宮城から成果が近づいてきて、はい、サンドイッチマンなんかも張り切ってる頃でしょうけどね,ね まあもちろん中止ではございません延期でございますからね来年まで取っとくわけでありますがもしオリンピックをやっていたらこんなことを話してたんじゃないかなと思って用意したネタが実はこれオリンピックの選手について語ってみようかなと思った今週だったんでございますが、はいつの間にかタイトルは、はい、オリンピックの消えたた夏になってししままいました、はい、先週どこまで行ったっけ けん玉の話をしようとしたところで終わりました、はい、それからバランス感覚が大事なんだという話をしておりまして、はい、スポーツの選手たちは全身にそのいわゆるバランス平行を感じる筋肉がある、うん、これはですね全身にあの筋防水というこう片っぽを引っ張ると片方が伸びるというようなえ。え片 片っぽを引っ張ると片っぽが縮むか。縮む歩くにしろ腕に力を入れるにしろそういうその相反する2枚の力をあの片っぽを緩め片っぽを緊張させるということを繰り返しながら上手に使っとるわけでありますがうん、うん、この拮抗筋というのが。 実に敏感でありまして、この拮抗筋が足の裏の1ミリのズレを中殿筋、お尻の真ん中にある筋肉で感知することが可能だ。1ミリのズレ、うんうん、あの、体操の平均台なんかで女子があの、はがき1枚ぐらいの大きさのところで、あの、中和とかするわけですから、ああいうの考えても脳でいちいち そのバランスを取ってたんじゃ間に合わないよね。やっぱりこう。足の裏みたいなところに、やっぱ目があるような感じで、全部このバランスを見るんでしょうね。うだからこそですが、先週の話に前い戻りますけども。彼らはその重心を感知する意味合いでも。上半身に力を入れないんだって。はい。卓球なんて力んだらおしまいだよね。 あのスピードもすごいですしね。すごいよだって。よくこんなことできるなと思います、ね。見えないんだもん。見えない。だからということは見てないんだよ彼らは。はあ。もうもう相手の選手がポーズに入った段階で飛んでくるボールの。ああなんか言ってることわかりますそれ。うん、見てないんですね。オリンピック選手ってやっぱ見てない。うん、だって野球だってそうだろあれ。うん、ボールなんかいちいち見てたんじゃバットなんか触れないんだってな。<laughs> はい。 脳で考えたら三振するんだよ<ー>150キロのボールってそれくらい速いんだってね、はい、で重心を感知する意味合いでもどっかに力が入ってると忘れてしまう重心がどっちに傾いているか、うん、だから彼らはがっしりでなくゆらゆら立っている<ー>このゆらゆらの揺らぎの姿勢こそが、はい、スポーツの基礎なんですって。うん 自分の重心を自在に操ることで、例えば球技では、ボールの重心を言い当てる能力を得なければならない。うん、だから、球技をやっている人っていうのは、自分の重心とともに、ボールの重心がどこにあるのかを感知する能力を持ってないといけない。うん、確かにそうでしょうね。はい。えー、人間の体の中心というのを武道は、 仮想点で持っておりましてそれを丹田と言いますよね。丹田。はい、はい。これは武道の時によく丹田に力を入れろとかっていう、うん、それから相撲では腰だよ腰で取るんだ相撲は、うん、というそこに重心感覚の理想を置くからでテニスあるいはゴルフにおいては軸。うん。軸な。はい、軸を動かさない。野球でもそうですね。うん、言いますけどもこの軸という 表現が癖物なのだって。うん、軸っていう言葉を当てちゃうと、ちょっとそうじゃない。あ、そうなんですかスポーツの言葉遣いってものすごく実は難しくて、えー、言葉遣いを間違えると、誤解した間違った動きになるんですって。えー、これまた明日のお楽しみにしといてくださいね。この次また明日の花板の上で。 武田鉄矢、今朝の三枚おろしおはようございます武田鉄矢ですおはようございます水谷かなですスポーツというのの言葉遣いの難しさ、はい、しっかり軸を持って振るよとかって言うんですが軸というと本当に軸を求めてしまう、うん、あの前ゴルフ習った時に、うん、はい、自分を軸だと思ってって言われてはいはい、はい、背骨に軸があるとかねはい,はい、うん、イメージしてって言われましたそれがね 上手にならないコツらしいんだよ、ね。えー、そうなんですかああ、ね、ねやっぱね、スポーツって言葉遣いすげえ難しいんだよね。<laughs> はい。あの、こういうことがあるんですよ。例えば、高橋直子、シドニー五輪、女子、マラソンですね。ちゃんこれ金メダルを取った方でございますが、覚えてらっしゃいます、彼女の走り方。あ、あの、ちょっと手が。そう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 。 手をプラントさせてはいはいはいこうそうそうです特徴的な走り方でした、うん、アスリートが力強く走る大きな腕の振りってなくてうん、うん、ちょこまかちょこまか体幹に揺れがないのはいいんだけども腕の振りが小さいと陸上スポーツの世界ではですね腕の振りが小さいと足が上がらないと言われてるんですはいそれをあの監督さんが許した小出監督だ小出さん、はい、ね その常識を何で破ったかというとカナいくよはい体で確かめますとえまず回転椅子に座っているあ今ちょうど座ってますねはい、はい、大きくです両腕を右に振ってください振りましたはい、はい、あなたがあ右に振ると椅子もつられてはいあ椅子も右に右に行くということですねはい、はい、今度はですね、うん、肩 肩を大きく右に回してください。<laughs> おかしいな <laughs> お。お前実験に逆らうね。肩だよ肩。肩？うん。肩 <laughs> 回してつもりなんですけど、うん、ダメです。やめた。<laughs> あじゃあ肩少し上げてくれるか。肩上げる。お前なんか振り方がおかしいな。少し手上げてみ。はい。そそれで一回右に振ってくれるそれで。はい。これだよな。今度は肩で回ってくれる。 肩で回る？今のが腕で回ったったし、お前全部一緒だよ。違いが分かって。肩で回るの違いが分かってないんですよきっと。そうだろうな。バは今腕。今腕。はい。それ腕。椅子もちゃんとついててます。今度は肩。えどういうことですか。違いがよく分かって。えっと今腕でてつやさんが振ると、えっとわずかに椅子が 回転するんですね回転寿司えっとよりより回転するで肩で回るとより大きくくるんっていくような感じこれが実は高橋直子なんですほう腕振ってないでしょあの人うん振ってないです実は見えないんだけど肩振ってるんですよああそれが肉の内側なんで見えないんですほう スポーツの中にはこういうことがあるんですよね。すごい。はい。前に習いをしてください。はい。両手を前に出してますよね。伸ばしてますよね。はい。ところが違う言葉を入れると、肩にプラスが出てくるんですね。うん、先にあるものを片手で取ろうとしてください。違うよ。<laughs> 体を動かすんじゃないんだよ。<う>体そのまま。はい,はい。腕、腕で。<お>もういいよ。<laughs> 前に習いだろ<っ>前にあるものをさらに取ろうとするんだろ、うん、ほらあ片,片手でいいんですねあ片手に<お>出るよなはいそれだけ肩伸びるんだ伸びてるだろ今、うん、伸びましたさらに伸ばそうとすると出るんだよ出ますこれは肩の骨の構造がそんなふうになってプラスできるようになってんだ 肩甲骨が自在に動くということなんであります。我々レギュラー身体は筋肉骨を固めてしまう。うん、例えば。いや、君と一緒に実験やると全然うまくいかないんで <laughs> すいません。言葉で言っちゃいますけども、はい、糸をは針の穴に通す。はい、その時にかな。俺たちって両方固めるじゃん。え、両方固める。固めない。動かないように。あああ動かないように、うん、はい。 固めます固めるよねあ右も左もはい。それをねプロのアスリートは両方柔らかくするんだってえじゃあそしたら通らないですもんいや通るんだってあなたは固めないと通らないと思ってるだ通らないそれがレギュラーな背骨の使い方なんですってそれが指先を規定していくんですってだから背骨を柔らかく自由にほっとくとものすごく自由に 両手は動くんですって、はあ、これまた細かいんだな背骨26個の骨が7番目から尾骨の上までの椎骨を固めて棒にするこれを時として武道あるいはゴルフでは軸と呼んでしまうそれですか固めることそれを軸と呼んでしまうけど、はい、違う背骨の自由さを消さないためにアスリートは絶対に背骨を軸にしないんだ はあ。つまり、背骨ごと回るんだよ。はい。彼らは。うん、俺たちは固めちゃってるから、うん、ゴルフなんかで分かりやすいのはトップを作ると息苦しいもんな。そうです息苦しいだろ。<laughs> な。だから、ボールを打ちにダウンスイングに入った瞬間に、<laughs> はあってな。<laughs> <laughs> ごめんなさいちょっと変になっちゃった。明日はね、深い話。え、それからあの、けん玉の話もね、けん玉。けん玉ずっと覚えておいてください。はい、また明日のまなの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷佳奈です。運動の話をしておりますが、なんでこの運動の話をしているかと申しますと、アスリートの話をしているんですけども、なんでかと言いますと、もう本当に時が。 あの素直に流れてくれていればですよ実は今日国立競技場に成果がともされて開会式がというね、はい、そういう無念さも込みでオリンピックの消えた夏アスリート様々に活躍するそのアスリートの体をイメージしながらスポーツの話をやっております、はい、昨日はどこまで行きましたっけもう私も何話してるのか分かる今日はちょっと印象に残ってなくてはい。 どんな風に皆さん方に説明していいのかわからない。なんでかつ私も分かってないからでありますが、ゴルフ難しいのは当たり前ですね。はい。というのは、魚のようにゴルフクラブを持ち上げるために背骨を使って体を右へ持っていく。トップへ持っていく。うん、はい。で、ダウンスイングで振り下ろすわけです。はい。そこに一本のムチがある。軸じゃないんです。背骨は無知なんですよ。はい。 背骨のエネルギーを受けて腰の仙骨からここにはめ込まれてる股関節から2本の足に伝わっている、うん、この2本の足もまた無知なんです。無知の上にムチが乗って両手をムチにして上に振り上げてムチのようなクラブで1個のボールを打つんでゴルフには4本のムチが 連鎖しているわけです全部無知。無知として使うことが、<ー>いわゆるプロゴルファーの腕前というか、オリンピック選手、<ー>アスリートのゴルフなんですよ。はい。だから、この無知の使い方の難しさは、魚であれ、トカゲであれ、馬であれ、そして人であれっていう、4つの動物の形の 体の使い方をすることなんですよね。はい。あの、私がよ、この本を読んだ限りでは、この本の著者、究極の身体、高岡秀夫さんは、多分こう解釈してもいいと思います。言い方はこんなに冷たくなかったんですが、軸は嘘。ない。そんなものは。嘘でひ,ひどければ言葉を間違えてる。うん無知である。うん無知としての人体をどう使うか。 どうゴルフで使うか。そしてクラブの性能がまた無知なんだ。無知が無知を使うという難しさがゴルフの難しさだっていう。うで、ゴルフの場合ですよ。はい、ヘッドがついてるの、ゴルフは。はい、あれがね、普通、ただの棒だったらもっといいのよ。先端だけあんた別の重さのものがついてて、それも球だったらいいよ。芯、はい、に当たったとかってわかる半分しかついてないね、ゴルフは。 そうですね。考えたむちゃくちゃだよね <laughs> はい。だけどあんた4回でパーのとこ2回とか3回で入れる人ひどいやつは1回で入れる人がいるという、はい、そこの違いだよな、はい、お俺なんか1メーター50何センチの女子プロに飛距離で負けるんだよ力じゃない ってことですよねそううゴルフの呪い事がバーッと書いてありますよねそうですか壁に立てかけなければ立てない道具そんなバカな道具がどこにあるって書いてありますね <laughs> <laughs> なんだドライバーコロン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 倒れてバッカじゃねえの <laughs> からね、ものすごいいい難しここと書いてあるれゴルフやらない方ごめんなさいねすぐにあのやめるというかざっとまとめますんでゴルフの特殊なところはこの道具として使い道が一つしかない壁に立てかければすぐに倒れてしまうクラブという道具これを背骨の回転で後ろへ振り上げ腕を上から下へ 下から上へ回転することで、ボールを打つという。この時に、運動は、Y 軸を中心とする動きと、Z 軸と、X 軸、三つの動きが兼ね合って、ボールに当たって、ナイスショッなる。その X、Y、Z がよくわかります俺もよくわかってないん <laughs> だ。けど、いくつもの回転軸があるんだよね。ゴルフにはね。はい、で、 ゴルフというのは右半分と左半分のズレを利用するっていうトップまで振り上げたクラブをまず腰からというが無理だって書いてある、ね、これ俺何回もやったのよ、うん、先生からよく言われなかったトップまで持ってった、はい、腰から打て,ってああ腰からって言われました腰からって言うようなはい動かん <laughs> なあそげん思わんかお前博多弁になりますけど <laughs> あの 腰を回せば手はついてくるからって私は習いました。俺も繰り返し言うけど、<laughs> 腰で打ては嘘だと思うし、嘘じゃなかったら言葉の選び方を間違えて。言葉ね。うん、はい。で、ボールを遠くまで飛ばすために必要なのは、ズレを、あの、利用することだって書いてありますね。左右の股関節を大きくずらすことだ。右はそのまま左股関節を 桃の力で下から持ち上げること何言ってるか分かる分かりませんねもうディレクターが嫌な顔を <laughs> 今日のことは忘れてください <laughs> 明日ねもう一回やり直しますからねえ明日を楽しみに <laughs> こういうこともありますよこの続きまた明日のやり直しのではい武田鉄矢。今朝の三枚おろし おおははよよううごござざいいまますすすす田哲也でで水谷かなです昨日もう一生懸命喋ってっといて途中からもう一番最後の締めの言葉「今日のことは忘れてください」っていうすごい会になってしまいましたけど <laughs> そのスタッフでゴルフやる若いのがいましてさすごいあの飛ばす若者で当たるとね280ぐらい、うん、研修生ぐらいの飛距離持ってるただその正確さがないというね。 はい、<laughs> あの飛ばす人独特の悩みを持ってて <laughs> 彼が悩んでるのが体をねじって打ちに行くんだけどとあるレッスン書を読んでたらこう体をちょちんみたいにこう左側を縮めて右側を伸ばすというような体感になることねじることではないんだっていうことが書いてあって <laughs>、はい、ショックを受けてるわけ。じ、うん、じゃあねじらずにどううするんだっていうことで 私は納得した高岡秀夫さんの究極の身体なんですが面白いなと思ったのはゴルフのドライバーショット遠くへ打とうというあの動きは重量上げじゃないかっていう重量上げの中にクリーンジャックっていう上げ方があってまずは肩まで重りを引き上げる見たことあるだろうオリンピックで,でそんで立つ頭の上まで持ち上げる一気に。 これをクリーンジャークっていう持ち上げ方なんだけども、うん、タイガー・ウズの打ち方はクリーンジャークなんだっていういやちょっと全然つながらないですね、はあ、どういうことだこれはですね体をねじるんじゃなくて体を割っているんですよとしか言いようがない、はい、これをどんなふうに説明していいのかわからないんだけど <laughs> はいこれね同じことを 合気道のの時に言われたのよ、はい、それはもうあの申し合わせの稽古ですからね型ですから、うん、私が手を出すと相手の人がその手をつかみに来るんですね、はい、そのつかみに来た時に私は引いた方の足を前に出して一回転すするんです、うん、それを先生はね回転するんじゃないっておっしゃるんだよ。つまり軸軸で回ってるんじゃないっておっしゃるんだは 何て言うのかな左が前に出て右が引くっていう、硬い。体を割るっていう。はい。その瞬間に段取りで1、2、3で動くなっていう。う今、右手を出して右手を掴みに来た。引いた左足を前に出す。うん、前に出すじゃなくて、同時なんだっていう。はい。左足で前に踏み出した瞬間に、右足は後ろに引いてるっていう。 それが回転するる動きになるんだってすごい発想だと思わない、はい、俺やったんよ公園で一人でできねえよ <laughs> <laughs> でも先生はそこを行けっつうんだよ回転するんじゃないんだっていう左足を前に出した瞬間右足を引くんだっていうそうするといつの間にか回転という動きになってるだけであって、うん、回転しようとするなっていう。 それとかなちらっとな面白いったな<え>あのトップの息苦しさを語り合った<あ>で何でしたっけゴル,、ね、ゴルフの時トップで体ねじって上までもう息苦しいんだよな、はい、早くあの苦しさから解放されたいからみんなは。うちに行くんだよな <laughs> これは本当に苦しいんだよねなんか止まって体をねじるっていうのは苦しいよなはいだけど この本の中にあるんだけどタイガー・ウッズは苦しくないって言わける。うん、というのは体をねじってないからだって言われる。彼はその左,左肩が右へ行こうとし右肩が左へ行こうとし,しているっていう。勝体。両肩が入れ替わってるんであってねじってはいないって言うんだよ。それはタイガー・ウッズが俺は苦しくないよって言ったんですかや顔見てりゃ分かるじゃんよ。<laughs> プロゴルファーで息苦しそうにやってる人いないじゃない <laughs> いるかいないですつまり彼らは私たちとは違う体の使い方をしていることだけは分かるよなはいそれさね俺が言いたいのは <laughs> ここにけん玉もつながってくるんで <laughs> けん玉ですよけん玉ってねやると分かるけど、はい、あの自分であの丸いボールを木のボールを上に上げといて薄ですくいに行くんだけどその時に 落ちてくるボールの真下に、スを持っていくことだけに集中するんだよ。あれウスって言うんだ。まあ嘘とは言わないかもしれない。ウスみたいな形だ、うんはあ。はい。その真下に持っていくときに、自分の体をホールドしない状態が、最もボールを受けるチャンスになるんだ。で、うん、息苦しくなるのは何かというと、呼吸からして間違ってるからだ。はあ。かな。トップまで持っていく間に息を吐いとくことなんだよ。 吐き切ったところから吸うんだよ。あ、え?。待ってよ。いいんですか?。そう。え?。吐く。吐くところから。で。資返し。振り下ろすときに吸うんですか?。そう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 。嘘。あれ、逆か?。あ、逆だ。ごめんなさい、今日もなかったことにしてくれ。今日のことも忘れた。今日のことも忘れ明日ね。 明日きっと分かりやすくお話しますんで今日のことはまだ <laughs> なかったことにしといてくださいねこの続きまた明日のあったことの話でお会いしたいと思いますおはようございます武田鉄矢ですおはようございます水谷かなですもう二日連チャンでやってしまいました語ってるうちに何を語ってるのか分からなくなりまして、はい、昨日のは嘘だよね昨日のゴルフのあのあれは アドレスした瞬間に1回全部いちゃうんだ、はあ、そんで息を吸いながらトップトップ作ったらそこから吐きながらダウンスイングはいはいあのゴルフで話をしようとすると話がややこしくなって難しくなっちゃったんですけどかなやっぱね体を語るっていうことが難しいんですよ、うん、体ってね単純な道具じゃないんですよ、はい、あの ゴルフとか私は合気道をやってるもんだか合気道の話を前に置いてこうスポーツの話をするんですがまだうまくつながらないその合気道だってろくに分かってるわけじゃありませんからねただ合気道の関係者あるいは先生からあるいはその上達した先輩たちから教えられる言葉っていうのが時々こうすごく理解できる時があるあの組み伏せた相手の腕を 腹ばいに差しといてねじり上げる腕はあるんだけど、うん、その時にその腕のねじり上げ方が大事な赤ちゃんを抱えてるようにって言うんだよ。<ー>武田君そうじゃないんだよ。その手の動きは手はね桜の花を眺めるようにとかねすごい言葉の表現ですね。格闘技から遠い言葉を使う<ー>格闘の用,用語を使う武道っていうのは。 ただそれこそ本当になんかあの書き込みの,あの,の,の呪いの言葉だよね、はあ、死ねとかっていうのと同じようにすご、うんうん、いうこと言うもんなああのうちの館長さん教えてくださる方なんか「はい、合気道はね愛のスポーツだよ」<う>相手のことを全力で頑張ってほしいって祈るんだ、うん、全部力を出してくださいってそうやったらこっち側も磨かれていくんだって。 そうだよな。<ー>勝つことだけを願い始めると人間って相手の不調を祈るようになるんだよ。こいつゲリレとかね。そんなことを願っちゃう。それは武道ではないんだよ。うん、相手は絶好調。私も絶好調。その時に最高に技ができる。うん、だから、宮本武蔵と佐々木小次郎じゃないけど、勝負がついた瞬間。 倒れていく方がにっこり笑うっていうのはあり得る武道の精神だっていう。うん、はい。ちょっとまたね、話がよれちゃいまして、誠、まあ、に申し訳ありませんが、この本の中で、高岡さんがおっしゃってる中でものすごく納得したのは、人間の体を一種のバネとして、で、固めない。うん、この中で一生懸命繰り返して言ってらっしゃるのは、体を固めない。柔らかくしとく。 そのことがスポーツにとっては最も重大なことなんですって。はい。これは武道も命じてることですけども、中心に行けば行くほど柔らかく保持するという。はい。だから、男子ハンマー投げの室伏が公開の練習の中で行ったんですけど、彼は26個の椎骨、背骨の骨を1個ずつ全部動かすことができるという。で、けん玉の面白さっていうのは、 そのの感覚を磨くのにもってこいそしてかなり一番話したかった話はね、はい、バスケットボールがすごくいい例えらしいんですが、うん、今度皆さんバスケットボール見るときにあのその思いで見てくださいね。はい、この姿を八村塁にかぶせてもいいしマイケル・ジョーダンにかぶせても結構ですが彼らは全身をバネとしてて使ってるんですって、うん、だから伸び縮みなんだって、うん、彼らの体は。はいはい で、割って使うことの達人でもあると。軸を置かずに、右と左を入れ替えるというような体の動き方。それは、その、軸を作るのとあんまりこう、変わらないように見えるかもしれないけど、違う。そして、もう一つこの本の中に書いてあって、すっごくうなずいたのは、マイケル・ジョーダンのドリブル。切り込んでいくでしょ、うん、ゴールまで。はい、あの時の彼の動きを見てください。ドリブルやってるんだけど、 彼の体勢は崩れそうなんだって。うん、それでも彼切り込んでいく。うん、なんでそれができるかそれはドリブルをやってるボールを杖にしてるんだって。うん、なるほどなそういうことですか体勢が崩れそうになってもマイケル・ジョーダンはついたボールが弾き返ってくるポイントを見つけることが可能なんだその弾き返って一番強いボールに手を置くとそれが杖になる、えー。 で、彼の状態を支えて、次に倒れ込むところを決めて、そこにボールを投げつけて、そこに向かって片手を伸ばして倒れ込むと、また弾き返ったボールが彼の姿勢をキープしてくれる。すごいえそういうことなんだ。これは分かりやすいで,でしょ。つまり、ボールの重心を全部見抜いてるわけ。 ボールの心をよく読めるやつがうまい選手なのよ。剣けん玉やらせてごらん、うまいって。あの、マイケル<笑><笑>あいつなんかよ、もしもし、かめよう、かめさんようと、ももてあるせん、ももてあるせんとかって。 ね、やっていたただきたいです、ね、いやほ本当にね <laughs> というわけでありましてオリンピックこれが人間の体の進化の痕跡を振り返る最高のスポーツイベントだというちょっと変わった落とし方で <laughs> 来年のオリンピックさあそこに向かって今日から歩き出しましょう、はい、この続きはまた来週の「まな板の上で別のネタで」で。